同僚の皆さんこんばんは、翔です。ということで本日は、こちらですね、無料10連、最終日ですね本日が昨日の動画で、まあ、毎日やっていきますよと無料10連の動画をまさか2日間でね、動画の方が終わるとあんま考えてなかったですね、はい、ということで、本日は、無料10連の方をやっていきたいなというふうに思います。はい、ガチャ自体は、ここにも書いてある通り1月12日まで、やっているので、まあ、まだ楓さん引けてないよって方もし無料10連の後でも、引くことができます。とりあえず優勝1回と、無料10連引いていきたいというふうに思います。いきます。いや、最終日だからね、どうなんだろう。66連ですもんね。はい。当たってほしい、何かしら。いきます。長い。まあ、ロード入らない。で、今日は iPhone で弾いてます。昨日、間違えてね、iPad の方で弾いちゃったんで、もう iPad の方であんまガチャは最近弾いてないんで、まあ、それでね、ロードがかなり入っちゃったかなっていう感じなんですけど、iPhone は普段吹いてますからね。はい、ということで、引いていきましょう。いきます。いきます。カイトさん。いやー、今の早かったねー。久々に見ましたね、青封筒を。はい、いきます。あれ封筒の色変わったんですけど、昨日と結果があんま変わらなかった気がするなぁ。うん、はい。あ、で、新規はね、一応ありましたね。はい。大西ゆり子さんがね、来ました。はい。あれ、これも今回追加ですよね。はい。新規追加のアイドルですよね。はい。ランコまだ手に入ってないんですよね。はということで、無料10連は、あんまり締まりのいい動画ではないんですけれど、僕の無料10連、この限定のね、楓さんが来てからの6日間の結果なんですけれども、SSR、ゼロでございます。はい。なんとね、はい、まあでも当たったっていう方いたらね、ぜひぜひ、下のね、コメント欄でぜひ書いていただいて、その帰りに、どこの高評価、チャンネル登録など、していただければ幸いです。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。